憧れのパリのオペラ座、お気に入りのアンティーク着物で行ってきました。大階段からの吹き抜けは圧巻。そしてさらに憧れの大休憩室、荘厳で夢みたいな場所。古の社交界、着物で行ってたらどうだったんでしょう。観光地の中でも比較的入りやすいかも。見学だけならチケットはすぐに取れるし、いつかここでオペラやバレエを見てみたい。天井側シャガール、ラベルやドビッシュの音楽がモチーフになった絵なんだって。ボックス席、そして脚本などが収納されている図書館のような場所。バレエモチーフのたくさんの名画を見ることもできます。やっぱり観光地なだけあってお土産物屋さんが充実していたのも嬉しいところ。靴下など買いました。